はいどうもこんにちはクレイです、よろしくお願いします。さあということで今回はセレクション第1弾追加ガチャ会やっていきたいと思います。はい、ということで、まず最初の動画見てないよという方は必ずこちらの動画から、見ていただきたいなというふうに思います。もう見ていただいた方にはね、わかると思いますけれども、史上稀に見るひどい引き目をですね、私発揮いたしまして、まあ、動画の最後にね、捨て台詞のように言いましたけれども、もう引きませんと、心に決めたつもりでした。なんですけれども、なぜじゃあこのガチャを引くのかと、追加ガチャなぜやるのかと皆さん大思いだと思います。ズバリそれはなぜかと言いますと、このままだと動画のネタがなくなるからです。何の拍手。いやもう素直に言います、僕はもう嘘つきません。繕ってもしょうがないんで、地味にね今回の更新8日間あるし、まあ、ちょっとねさすがに才木選手と中田翔選手の2選手だけでちょっと動画をやっていくのは厳しい、ということで、まあ、ちょっとせめてもう少しセレクションを引きたいなと、いうことでちょっと追加ガチャ、やらせてもらおうかなというふうに思います。さすがにねひどい引き運より悪いことはないと思うんで、まあ、そこでそこだと思ってるんで、まあ、ちょっとこの動画ではねその分の運をもういかんなく発揮させていただこうかなというふうに思います。ってことで、まあ、ちょっと長い戦いになると思いますけど、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。ということで早速本編いきましょう、どうぞ。さあということで、もう早速やっていきたいと思うんですけど、とりあえず最初の動画からだいたい合計10万円分になるぐらいのエナジーを持ってきました。はい、ということでもうガシガシ引いていきましょう。100連目からですね。まあ本当はですね、このセレクションの引き運次第で、まあ次のね最強決定戦を頑張ろうというふうに心に決めていたんですよ。そうなんですけども、まあ引き運ということで、まあちょっとやる気がね、まあ、モチベーション的にもうわってまあ、なってたんですけども、まあ、今回のこの動画の、まあ、引き運次第でちょっとまた考えようかなと、いうふうに思っております。はい、そして一発目では来ないと、まあそう簡単に S が来るとは思ってません。一応特に狙いの選手、まあ、全員他で持ってない選手全員狙いなんですけども、まあ、特に狙いの選手で言うと、大貫選手、石山選手、佐々木選手、松本選手、辰巳選手、中村選手、まあ、この6人かなはもう完全にすぐもう継承で終わると。大貫さんはちょっと2台もしないといけないか、ただ他の選手はもう継承で終わる選手たちなんで、もう即大台入りできるんで、まあ、ちょっとそこを特に狙っていきたいっていう感じですね。いやもう頼むマジで、いかに S ランクを引けるか勝負。いいな、赤背景くんだけどな、さっきからあれ、そうだいぶね、ここ最近の、まあ、動画で言ってたと思うんですけど、首の調子良くなりました。はい、もうおかげさまでたくさんのね心配コメント、そしてアドバイスコメントをね、まあ、いただいて、まあ、いろいろ試させてもらったんですけど、まあ、結果的にやったこととしては、視聴者の方が、まあ、やってる整体に行ったのと、まあ、あと一応整形外科もう受診して、ちょっとレントゲンとか、一応怖かったんで、まあ、取ってもらって、まあ、痛み止めの薬とかいただいて、っていう感じでちょっと治療したんですけど、まあ、どういう症状が起きたかっていうと、簡単に言うと、まあ、筋肉の張りが、まあ、より悪化しちゃって、神経を刺激して、まあ、それが痛みになってるっていう、まあ、感じだったんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、その筋肉の張りっていうのも、まあ、肩こりの延長線上みたいな、まあ、感じで、その肩こりって聞くとさ、なんか、まあ、別に誰にでも悪くねみたいな、僕もその肩こりって、まあ、みんながみんなあるもんだと思ってるから結構舐めてたんですけど、肩こりみたいな舐めてたんだけど、でも本当に肩こり舐めない方がいいですマジで。この前のね、その痛くなったのが金曜日で、でその後の2日土日か、土日の2日間はもう首が痛すぎて本当に動けなかったんで、もうとにかくこの座ってる状態も辛い。そう、頭の重量をもろに首で感じる。こんなに頭って重いんだなっていうのと、まあ、日常生活でこんだけ首使ってるんだなっていうのを実感したんで、本当に横になってないとしんどいっていう、まあ、状態が続いてたんで、マジでね首は気をつけた方がいい。まあ、特に毎日デスクワークしてる人、まあ、僕もそうですけど、まあ、リモートワーク社会になったのもそうだし、結構デスクワークねしてるよって人多いと思うんで、まあ、そういう人は結構リスク高いと思うんでね、マジで気をつけてください。はい、まあ、あとよく最近はスマホのしすぎでストレートネックみたいなのってよく聞くと思うんですけど、整形外科の先生曰くですね、最近の若い人ってもうこうストレートネックがデフォらしい、標準、綺麗な首をしてる人がほぼいないらしい。まあ、本当かどうかは知らんけど、
まあそうなんで、だからなるべくねスマホも目線の高さこんぐらい、おじいちゃんみたいな、おじいちゃんおばあちゃんみたいな、ちょっとぎこちなさが出ちゃうけど、まあ、こうやって首をね下にしてスマホ見てる人結構多いと思うんですよ、何気なくね。これマジでやめた方がいい、本当に気をつけた方がいいですとか言ってる間にしれっと1000エナジーなくなりました。ふざけんなマジで、 S よこせ。いや頼む、もうちょっと赤背景信用できなくなってきた最近、本当にマジで頼む。この引き運が悪かったらもう本当に引かないからね、セレクションもう2段も引く気なくなる、本当にお願い、マジでお願い、俺は引きたいんやガチャを、気持ち的にはね、気持ちよく引かせてくれよ。あれちょっと待って、やばい、なんか嫌な予感がしてきました。おい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 、マジでやばいってこれ。2万円 S なし、はい、二遊吉が一瞬にして消えました。おー、やっと来た、あーよかった。おい、しかもえほっとしてて見てなかったの演出、今これ大貫さん来たわ、よし。え実に今どこにしたっけ、ベイだよね多分、あれどこだっけ、ベイだよな多分、よーし、やっと出た、オッケー。170連目ですこれ、カメラはないか、自チーム演出は1個しか出ないから、いきます、ありがとう。いやとりあえずよかった、もう佐伯中田翔地獄から抜け出す一歩。7枚目じゃない、どこだ、8枚目、あらすやー、でかー、オッケー。いややっぱベイスターズのこのユニフォームとセレクション背景マジでかっこいいよな、嬉しい、よし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 、素晴らしい、 OK。 100連目から160連目まで70連 S 出てませんでした。いやよかった、まあ、でも抜けたわこれで。でそう、さっきのちょっと首板の話の延長戦になるんですけど、まあ、その土日ね全然動けなかったんで、ちょっと映画とか、まあ、本とか読んだりまあ、してたんですけど、久々にねあの映画マネーボール見たんですよ。あマネーボール、まおい連チャンできた、マネーボールの話は後でにしよう。じゃあ2枚でもいいよ、2枚来い、上振れろ、おー2枚だ、来た、よしよし、やっぱまあ確率って収束するんすよね。うわ自チーム変えとけよかった、まあまあまあ1枚目、はあ、なんなんこのガチャマジで、本当に切れそう。まあでもいや2枚だから、まあ、2枚だから許すわ、とりあえずな、だよね、これ1枚なわけないよね。どこだ ?4枚目、やめていい、マジやめよっかな、本当にやめよっかな、意味がわかんない、どういうこと、どういう確率なのこれ、もう操作されてるとしか思えない、ありえない、これを見ても確率操作はされてないって言えますか、ちょっといくらなんでも異常だよな。まあでもここまで来ると逆に俺の運が良すぎる説もあるけどね、一周回って、いやもう100周ぐらい回って、いやもうもう、まあそうで、マネーボールの話に戻りますと、アスレチックスの GM が少ない資金を使ってチームを強くするっていうストーリーなんですよ、簡単にそのマネーボールを説明するとね。でその映画の公開が2011年だったんですけども、まあ、当時僕はまだ中学生でした。で映画を見たのは多分高校生ぐらいの時かな、たまあ一人暮らし始めてすぐぐらいの時に多分見たんですけど、まあでもまだまだクソガキなわけですよ。ちょっと大人になってから見るマネーボール面白かったね、うん。まあ、MLB の知識もね当時に比べたら、まあ、今多少なりともついてるし、まあ、その前提でいろいろ見ると、まあ、やっぱ面白かったっす。やっぱブラピがかっこいいんよ、うん、なんでブラピってあんなにかっこいいんだろうね、本当にマジでかっこいい。で、まあ、ちょっと調べたんですよ、ブラピ今何歳なんかなって調べたら、なんと60歳、ブラッドピットかっこ60です、信じられん。まあ、マネーボールの時は多分40いくつとかなんですけど、いや年重ねてねどん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 かっこよくなっていく男、理想すぎるマジで、うん、いや憧れちゃうわ、まあ、どう頑張ってもブラピにはなれないんだけど、まあ、でもそろそろちょっと僕もね本格的に、まあ、アラサーになる年齢なんで、ね、今26なんですけど、まあちょっとそのさっきの首のね話もそうですけど、ちょっといろいろ、まあ肌とかマジで体には気を使っていかないといけないなと、マネーボールで学ぶとこそこって感じなんですけど思いました。よっしゃー、よし、もうマジで頼む、本当にもう佐伯中田は勘弁して、佐伯中田大貫以外だったらもういいや、もうその3人以外だったら誰でも大喜び、神引き、うん、はい、2枚いこう、2枚、あー2枚と言わず3枚でもいい、もうそんぐらい要求していいだけの引きはしてるでしょマジで。あてか実にまた買い忘れた、まあ いやどこで来る、多分1枚、佐伯大貫中田以外、佐伯大貫中田以外、佐伯大貫中田以外、どこ、8枚目、あーまあよかった、もう泣きそう
もうこのニューが見れてるだけで泣きそう。セレクションってさ、もうこの写真のかっこよさでコレクション的に集めたいみたいなところもあるわけじゃないですか、やっぱり。まあコレクター的楽しみ方をしてる人なら分かると思いますけど、もうかぶりって何の得もないわけ、マジで。金村選手ぶっちゃけ極みにできないけど、もういいもん、マジで。これ嬉しすぎ、本当に。おっしゃー、来たー、250連目、頼む。もうおー、しかも2枚、オッケー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 、よしよし、もう頼む。ほんとほんとかぶりなし、かぶりなしで頼むよ。佐伯、大貫、中田、金村以外まだ8選手残ってるからね。ここで2枚ニュー、2枚ニューでやっと半分コンプ、ハーフコンプリート。あれ6枚、えどこ、7、8、えじゃあ9、10の2枚引き、9枚目、おお。なんか今ちょっと騒ぎすぎてエアポッツぶっ壊れた。なんかさーって言ったんだけど、え、怖っ。ノイキャンが多分なんかおかしくなった。いやー、オッケーオッケーオッケー、このおかわりくんも欲しかった、極めます。さあもう一枚は、ここロキだったらマジ神引き、ロキロキ、いやーいやーいやー、これ神回や、神回です。声を大にして言わせていただきます、神回。よし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 、いやーよかった、やっと戻ってきた気運が。さあ残り90連分あります。コンプリートまであと6人引かないといけません。いやそう考えるときついな。まあでも一応ミキサーが何回できるんだろう、セレクトミキサー1回ぐらいはできるのかな。そうなるとじゃあ誰取るってなると結構むずいな。石山選手、松本選手、辰巳選手の3人が残りの結構な狙いではある。いやでもちょっと最近悩んでるのが、まあ、本格的にちょっと今後のプロスピースの動画どうしていこうかっていうのは、まあ、考えないといけないなっていうふうに思ってて、まあ、皆さんもやっぱちょっとね、まあ、最近こうプロスピースなかなかモチベねえなと、まあ、特に今年2024シーズン入ってからかな、まあ、やっぱりこのシリーズ1という期間はね結構モチベ保ちづらいっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、正直ねこう動画っていう話で言うんだったら出そうと思えばいくらでも出せるんですよ、まあ、これ結構いろんな動画でも言ってると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけあのこんだけ選手を持ってたら丸々縛りオーダーとかいくらでもあの無理くり企画作ればできるんですけど、まあ、ただ当然動画の需要っていうところをやっぱりね考えないといけないし、まだ僕自身もこう無理やり撮って楽しくない動画、シンプルに撮って楽しくないっていう動画は、まあ、やりたくないんですよっていう中で、まあどうしていこうかっていうのは、まあ、常日頃考えているわけなんですけど、まあ、ちょっとこの前こんなコメントがありまして、ちょっと見ていただきたいんですけど、動画とは関係ないんですけど打撃練習やりながらリアタイでよく使われる投手の攻略法を教える感じの動画希望しますというコメントがついてまして、これ結構いいねがついてるんですけど、これね見た時に、あ確かにこの観点ってあんまなかったなっていうか、まあ、結構リアタイの動画って、まあ、使ってみた動画、まあ、その選手にスポット当てて使うっていう、まあ、観点の動画っていっぱいあると思うんですけど、逆に丸々投手の打ち方みたいな動画って確かにあんまないなっていう、まあ、僕コーチング動画のシリーズはねあの何本か出してるんですけど、まあ、ただ1個の選手にフォーカスして打ち方を語るみたいなことはやったことないし、まあ、多分 YouTube 上の動画にもあんまりないと思うんですよね。まあ正直これまあいろいろ撮り方とか考えるの結構むずいんですけど、まあちょっと需要がもしあるんであればちょっとテスト的に1本2本ぐらい、まあ、やってみようかなと、おおシャー確定できたー思ってます。もしよければ需要あるかないかコメントで教えてください。さあまあここ1枚か、狙い的には残り石山、松本、辰巳、石山、松本、辰巳。いやーでもさすがにそろそろまたかぶりそうな気もするが、4枚目じゃない、どこ、6、7、7枚目、おお収束してきた、来てる来てる来てる、マジで。オッケーオッケーオッケー、これで残り5人か。残り5人。あと引いてないのが、栗林。まあ、栗林選手もすぐ極められるから欲しいけどな。栗林、山崎伊織、石山、セデーニョ。あれ？あと松本選手もか。松本、セデーニョ、石山、栗林、山崎伊織。の5選手ですね。いやここまで来たらちょっと死体欲も出てくるけど、まあでもきついな。いや本当にあのかぶりがマジで佐伯、中田、大貫、地獄がなければ、いやあっこだよマジで、あっこもったいなすぎた本当に。今のがジャスト300、310連目、残り40連。いやーでもなんかもう出ない気もすんな、ちょっと。まあちょっとさっきねあの1個コメントを例に話させてもらいましたけど、まあぜひちょっと今皆さんが求めてる動画、まあ解説系でもいいし、まあリアタイの企画系でもいいし、まあ、何でもいいんですけど、まあちょっとぜひね、コメントで教えていただきたいなと思います。
どうなんだろう、まあ、去年はね、いろいろこう純正にフォーカスした動画とか、まあ、夏の期間結構やったりしたんですけど、今年もね、夏休み期間とか結構がっつりまたプロスピの動画も出したいと思ってますんで、ちょっと意見ください。常に募集してます。はい、はい、まあ、その後結局引けず340連目、これラストっすね。合計、まあ、これ多分11万円分ぐらいになる。最後綺麗に引いて終わりたいけどね。いつもだいたい締めの10連出るよ、割と出るイメージいつある。あー、こっからあーないな。はい、ってことでね、まあ、約10万円、11万円ちょいぐらいかな、ぶっ込んだ結果こんな感じになりました。まあ耐えた方かな。うん、最初のもうこのここまで、この才木選手までの8枚、もうほんと絶望的すぎた、マジで。よく持ち直したわな。ちょっともしかしたらミキサーとかして誰か取る可能性もあるけど、いやでもこれ才木選手普通に極み作るっていう手もあるんでね、まあ、ちょっとそこはまた考えようかなと思います。はい、ということで、まあ、ぜひね、この激闘セレクションガチャ楽しんでいただけた方は高評価とチャンネル登録教えていただけると嬉しいです。いやー、もうなんかいろんな意味で疲れたわ。これでしばらく動画出せるわ、よかった。